大葉と梅干しのささみ春巻き。大葉がね透き通って、うまい。うん、ご覧になっているのが材料と主な調理器具です。春巻きの皮は冷蔵庫から出して15分から20分置いておきます。冷凍むきエビは解凍しておいてください。鶏のささみ 150g です。ここに筋がずーっと入っておりますので、ここにちょっと切り込みを入れます。で、入れて筋を出刃包丁でこそげ取ります。はい、縦に半分に切って真ん中で切ると。解凍したむきエビの水分をある程度取ってください。はいはい、粗みじん切りにします。大葉14枚でございます。はい、水洗いしたものの水分をキッチンペーパーなんかでこう挟んで適度に吸い取ってください。はい、この後油で揚げますので、 その時にですね、跳ねるのを防ぐために行います。はいはい、で、大葉なんですけど10枚はですね皮で巻くようなのでこのまま置いておきます。具材に混ぜる用の4枚の大葉の処理をいたします。まずはこちらの軸を取ります。はい、あ、なるほど、真ん中の硬い部分ね。はい、これは除きます。これ裏側をですね今上に向けて重ねております。はいはいはい、で丸めて、はい、裏側がちょうどこう内側に来るようになってるんですけど、はい、で端から千切りするんですが、あ、いい匂い、いい匂い。はい、ではこちら梅干し大サイズ1個でございます。はい、手でこうプチュッと、でこんな感じで種出ましたら、はい、ささみとエビとそして大葉ね、はい、まあ、この中に種を入れておきます。はい、次にですね皮と果肉をみじん切りにします。はい、大葉、ささみ、むきエビ、梅干しの具材を混ぜます。はい、梅干しの種ですね、はい、まあ、大体周りについてる果肉が取れましたら取り除きます。はい、ではボウルに各種調味料を加えます。醤油、みりん、砂糖各小さじ1/2杯です。はい、混ぜます。具材を10等分に分けました。はい、ひし形に皮を置いて、はい、でここに10等分した具材の一つをですね手前に置きます。これ一大事なんでね皆さん。で大葉を奥に、はい、向こう側ですね、はい、にこれ裏返しておいてますよ。はい、これね、はい、そしてこうやってぐるんと巻きまして、はい、でこうやってほう、はい、あ、面白い巻き方ですね。シャツ畳みたいにして、シャツ畳み巻きまして、はい、で最後ですね この部分、まあ、いわゆるのりしの部分ですね、はい、ここに小麦粉と水をですね、はい、各小さじ1杯溶いたものをですね、はい、まあ、のり代わりにして塗りまして、最後巻いて、でこれをまあ10本分やるということですね。はい、160度の油で揚げます。はい、まあ、これね一気に揚げやすい3本ずつ揚げていきます。全体にこう硬くなってきましたので180度に上げます。温度上げました。もうこれぐらいですね。きつね色にほら上がってますでしょ。揚げ時間は約3分でしたね。そうです。はい、でこの後斜め切りにして器に盛り付ければ完成でございます。はい、これから旬の大葉を使ったサクサクパリパリ春巻きをぜひお楽しみください。お相手はよっちゃんとカメラマン私バンバテッペイでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の調理動画までさよなら。チャンネル登録といいね評価もよろしくお願いいたします。うん、梅干し、大葉、ささみ、むきえび、小麦